はいのんち TV 始まりました全国のドラマファンの皆さんこんにちは D のんちザワイズですはい今回は不適切にもほどがある第1話について話していきたいと思いますはい工藤官九郎さんが原作のドラマが始まりましたね。また伝説の、えー、ドラマをね作ってくれるんじゃ なかろうかとえーえー、皆さんのね期待が膨らんでいるのではなかろうかと思いますがねいやーすごかったね何がそれこれは何だタイムリープの新しい形になるのかなという感じなんですがね、うん、私なんかは一番楽しい 世代というかね、うん、なんか昭和とね、うん、今を令和、うん、2024ってなってたもんね、うん、を行ったり来たりみたいな感じになるのかなと思ったら <laughs> 最後の方ではなんか最初はねトイレのね喫茶店のトイレから時代をこうその穴から時代戻ったりあそこ行く時は。 バスだったりだったんだけど、えー、帰る場所がねそのトイレがねな,なんだリニューアルじゃなくてなんだ作り直したみたいであの帰れなくなったというところでね終わりましたね、うん、いや昭和ってこんなだったなみたいな、うん、ねもう教室で先生タバコ吸ってたりとか。 ねうん、バンバン先生がタバコ吸うそのバスでもね灰皿ついてましたしね、うん、昔はそうですよね電車とかもそうです新幹線とかねついてましたね、うん、そういうのを今こうやって見るとなんかすごいことなんだなっていうね、うん、感じでしたね、うん、そして今こうスマホ、うん、昭和の人にしてみるとなんだこのツルツルしたやつはみたいなね、うん 感じになってましたね、うん、昭和の昭和の何だろうあれは、うん、1986年っ言ったかな、うん、の頃を描いててでマッチね、うん、私 D の D ノンチのノンチの,のもしかしてそこから来たのかな <laughs> って思いましたね、うん、マッチがそういえばあれだったのかとかねいろいろ考えたり ししました、ねうんうん、でなんかいろいろね、うん、細かいところあってあの磯村勇人さんがねあの乗ってたバイク、ね、そのマッチがなんか乗ってたやつだみたいなのであの後ろのナンバーがマッチの,あの誕生日の日になってたとかねいろいろ細かいところで仕掛けがふ、ねうんだんに使われてた、ね、ドラマ。 えー、で阿部サダヲさんが主演になるのかなうん阿部サダヲさんがいてそして中里ーサさんがいてねまだ中里ーサさんもどんな人物なのか分かりませんがね、うん、そして袴田さんがいましたね、うん、あと吉田洋さんなんかもね、うん、いましたね、うん、であの,女のヒロインみたいな 阿部ダ治さんの娘役が河合、えー、優美さんねあれ出てましたね「17歳の帝国」にね出てました NHK のね、うん、やつに出てた、うん、それで知ってはいるね、うん、なんかも髪型もね昭和の漢詞で <laughs> いやなんかとにかくねテロップが2回出るぐらいこれは当時の様子を表すためみたいなやつがね出ててね それもね2回出たところはねよかったですねうんあとはとにかくもう笑ったのがミュージカルというか <laughs> ね、うん、ミュージカルってって思ってましたけどこれはなかなか面白くってなんだろうな何だろうそんなに歌い込まないみたいなところはなんかいいところでもあるかなと思いましたねうん いやミュージカルの,、うん、のなんか、うん、面白い部分なんかちょけてるというかなんかやってるなという感じが良かったですね。そんでその最初ね磯村勇斗さんが歌い始めた時の阿部サダヲさんの「おいどうした」っていうところがね私的にはねすごい良かったなと「おいどうした」<laughs> 2回ぐらい「おいどうした」って。 でも結局最後は自分も歌ってる、ねうん。でその昭和から令和に来てるからそのタブレットのね、うん、なあの注文の仕方がわからないやつで阿部サ藤さんがその炙りしめそばをもうわからず200皿 <laughs> 頼んでて <laughs>。 値段15万6000円ってなってたのちょっと面白いなと思いましたね。どんどんレモンサワー頼んでんだけどとか言って、頼んでるつもりなんだけど、どんどんこの炙りしべんサワーが出てくるみたいなね。うん、それは面白かったですね。で、今あの、ロボットがね、運ぶお店あるじゃないですか。猫みたいな、ね。うん、であれが運んでくるんだけど、炙るのはその場で人間が炙るっていうところはね。 うん、ああなるほどなとそっかまだまだだな、ね、まだまだロボットだけじゃダメだなみたいなねとことかね <laughs> えよかったです、ね、そしてまあそのミュージカルとかがあるんでその振り付けねあるけど振り付けあの張ったん田りこさんね私一緒にステージ立たせてもらったこともあるあの張ったん田りこさんがね振り付けって出てたんでね これはもう私的にもあの胸熱なポイント、うん、これ楽しみだなと思ってますはいそんな感じで皆さんまだの方は、うんね、特に年の人は見たらめちゃくちゃ面白いんじゃないでしょうか、ね、はいそんな感じでこれはね来週も楽しみにしたいと思いますねどうなっていくんだか うんまあ、一読目がこんなはちゃめちゃというかね、うん、面白いな。すごいが勝つんじゃないみたんいなさすがだなともうね。つまんないドラマが増えていってる中、ね、こうそれをぶち壊すような、うん、すごい、ね、ドラマ。うん、あの 吉田洋さんの息子役の子は何だったっけな坂本,坂本真人んかな,なんか中学生っぽいんだけどいやすごい堂々といい演技してるなと思いましたねはいそんな感じで皆さんまだの方 TVer とかでね見てみてください <laughs> まあ1回見ただけじゃ理解できないじゃん2回3回と見るとああここもああここもみたいな面白さが 出てくるんじゃながらかと思いますはいそんな感じでしたはい、えー、それでは、えー、チャンネル登録よろしくお願いします、えー、また明日新しいドラマについて話したいと思いますので、えー、はいそれではまたバ